配りきらないとここから出られないのに。お前ここの囚人じゃなさそうだな。ええ、もちろん違いますとも。囚人扱いしないでください。僕は法を遵守する善良。じゃあこんなとこで何してるんだ。なんだか困ってるみたいだけど。僕は本他社の販売促進員で会社の飲み物の販促を担当しています。本当は早く仕事を終わらせて本社に戻る予定だったのですが、まさかここまで時間がかかってしまうとは。本他社のやつだったのか。なんだよ、何かあったのか。もう頭にきましたよ。全部あの公爵のせいです。この前うちの販促計画を話したら、僕の計画には全く価値がないとドストレートに評価してくれました。これまでの協力関係はまあまあ順調だったので、僕は我慢して彼に説明しようとしたんですけど、彼に話の腰を折られちゃって。なんて言われたんでしたっけ。俺がきっぱり断ったのはあんたの時間を節約するためだ。あんたは特別許可権の価値もわからなければ、自社の商品の価値さえ分かってないのかもしれないな。前者についてはあんたは水の上の人間だから仕方ない、だから責めたりはしない。そして後者についてだが、君たちの飲み物を買うのは水の下にいながら特別許可権のことをよく分かっていない愚か者くらいだろう。だからもう結構だ。そう言って彼は僕の提案を断ると。煩わせるな、他の方法を探してこいとも言いました。こんなにひどいことってありますか。あいつはここのボスだからな。仕方ないぜ。オイラたちも公爵のことは知ってるけど、あいつって確かにつかみどころのないやつだよな。まあいいです、郷に行っては郷に従えと言いますし、ゆっくりやっていくとします。Lumayan agak membingungkan di story ini ya. Kasih. Soalnya enggak seperti cerita sebelumnya. Arahnya kemana ngerti gitu kan ya. Ini bingung banget. Enggak ngerti mau dibawa kemana ini arahnya. Bingung sekali. 本当に試したって聞いたけど、どうだった？何か起きたかい？翌日に謎の荷物が届いたぜ。中身は何なのかよくわからなかったけど。やっぱり噂は本物だったか。呪われたりはしてない？具合はどうだい？その、君たちはちゃんと君たち自身の意思で行動してるんだよね。おいらも確証がないぞ。お前はどう思う？オイラはちゃんとオイラに見えてるか？kamu masih tetap sama ya, makanan cadangan ya bentuknya. そうか。ならよかったぞ。見た目は確かにこれまでと同じだけど、油断しない方がいいと思うよ。ところで、本当に試すとは思いもしなかった。ただ好奇心を抱くってだけならまだわかるけど、投票権を買うお金も惜しくないんだね。普通に買っても何か報酬を得られるとは思ってなかったけどな。こういうのって主催側しか大儲けできないもんだろ。とんでもない。我らが鉄拳闘技場はとても良心的だよ。投票権からの収入なんてほんの少ししかないんだから。今開催中の鉄拳闘技場大会もフォンタを生産する会社が協賛したおかげで開催できたくらいでね。飲み物のフォンタを作ってる会社が協賛したのか。公爵の支援で開催したんだと思ってたぜ。ま、ギブアンドテイクってところかな。彼らもメロピデ要塞でフォンタをプロモーションしたいって思ってたからこそこの件を提案してくれたんだよ。とにかく数日はくれぐれも気をつけてくれよ。
あれ、地面に散らばってる紙はなんだ？応募用紙か何かか？いや、違うみたいだな。どのページにもフォンタ社のマークが入ってるぞ。フォンタを生産する会社の資料とかか？わかった。捕まったら企業機密を盗んだ罪で訴えられたりしないよな。あ、そうだった。お前の言う通りだな。もう怖いものなんて何にもないぞ。誰誰？新商品の研究開発はフォンテーヌ科学院の助けなしで行っており、進捗が滞っている。開発者内部からも疑いの声が上がり始めた。新商品はやむを得ず、名前もパッケージも未定の状態で1回目の試飲が行われた。フィードバックによって今後の開発方向性を調整する予定。一旦小規模エリアでクローズテストを行う結論に至った。特に気になるところはないぞ、フォンタ社がフォンタ以外の飲み物を開発してるってだけだろ。まあ、あまり順調じゃなさそうだけど。資料は元に戻そうぜ。何事もなかったかのようにな。いつの間にかこんなとこまで来ちゃってたな。先にご飯でも食べるか。そうだな、特別許可券との引き換えでゲットした時間なわけだし、次はうまく利用しようぜ。たくさん働くうちにだんだんコツがつかめてきたような気がするぜ。でもずっと同じことばっかしてると飽きちゃうよな。お前は大丈夫なのか？おお、たまには楽するのも悪くないよな。その荷物、血の色の液体、やっぱりまだ真相が見えてこないな。お前は何か新しく思いついたか？そうなのか？それじゃあこの件の調査は一段落ってことで良さそうだな。明日はまた他の手がかりを探してみようぜ。おやすみ、食べべと。すでに2つの隠しルールについて調べてきたけど、まさかこの監獄にこんなにいろいろおかしなことがあるなんてな。調査のペースを上げた方がいいと思うぞ。でないといつまで経っても終わりが見えない気がするぜ。うん、じゃあ今日は作業なしだな。急ごう。あそこにいるのってビドックだよな。今日はいつもより人が少ない気がするぞ。ほう、この時間帯に君を見かけたということは、さてはロームを免除してもらうために惜しみなく使えるほど特別許可権を貯めてるね。どうやらここの環境にもかなり慣れてきたらしい。さすがだね、偉いよ。どうだ、知ってる隠しルールを教える気になったか？
確かにいいタイミングだ。ちょうどいい。どういう意味だよ。何がいいタイミングなんだ。あの忌まわしい貧乏人のレオニードたちはみんな生産エリアへ働きに行ったから誰もいない。こんな秘密の情報をあいつらにタダで聞かれてたまるか。わかったわかった。じゃあ早く言えよ。絶対絶対夜中に変な音を出すパイプの近くに行くなよ。監視から逃れられたとしてももっと恐ろしいものに出くわすかもしれないからね。もっと恐ろしいものって何なんだ。食人族の集会さ。食人族だって。このメルピデ要塞に。毎月数回奴らは夜中に集会を開くのさ。メロピデ要塞の失踪者たちの噂は全員奴らと関係してるらしい。それよりも恐ろしいのは奴らがある特殊な趣味を持ってるってことだ。被害者の残された血と肉は処理ができない。だから奴らによってあらゆる形に変えられて永遠にメロピデ要塞に残されるんだよ。多分だけどお前が言ってるあらゆる形を見たことある気がするぞ。まさか真相がそんなことだなんて。おいら、お腹の中のものが戻ってきたのだぞ。あんまり信じていないようだね。それもまたよし。隠された真実に触れることはいいこととは限らないからね。さて、私はまだ用事がある。さっきのことは聞かなかったことにしておくれよ。旅人、今回は噂を信じた方がいいんじゃないか。おいら、血と肉になってまで永遠にここに残るなんて嫌だぞ。あ、そっちの方向で考えてたのかよ。でも確かに妙に安心したような気が。はあ、これいつまで続くんだ。属性を見下ろす。ビロックがいないな。でも午前中に働きに行ってた奴らが戻ってきてるから聞いてみよう。どういうつもりだ。俺の前でそんな意味不明なことを言うんじゃねえ。俺から何の話だ。忠告しておくが余計なことに首を突っ込むなよ。あいつらの態度なんかおかしいぞ。オイラたちのことをわざと避けてるみたいだ。でもこうもバレバレの不自然な振る舞いをするなんて、むしろオイラたちを誘導するために演じてるんじゃないのか。ダメだ、考えるほど怖くなってきたぞ。まだ続けるのか。わかったよ。よう、フィールディング。何の用だ。囚人のくせにちゃんと特別許可権を稼がず俺のところに来るなんて。ちょっと簡単な質問がしたいんだ。夜パトロールしてた時何か気づいたことはないか。そんなことを聞いてどうする。仮に夜に何かが起こっていたとしてもそれはお前たちの案ずることじゃない。おとなしく寝ていればいいんだ。そうだぞ。月に数回くらいってところかな。おいら耳が敏感だからよく眠れなかったぜ。そんなことがあったのか。うん。俺も毎晩当番があるわけじゃないからな。だがそういえば確かに同僚から聞いたことがある。パイプ清浄日の夜には怪しいことが起こりやすいってな。
あそこら辺の数日は当番を嫌がる奴も多い。パイプ清浄日って何をする日なんだ？メロピデ要塞の排水施設が定期的に清掃される日のことだ。月に3日って、今日もちょうどそのうちの1日だな。確かめてくるといい。もしほん…おう、オイラたちも今夜は気をつけておくぜ。それでは他の用事がなければ行く。忠告しておくが、変な企みはよせ。今晩は俺の当番じゃないが、他の者がお前たちを見張っているぞ。安心しろ、オイラたちだってケーキが増えるのはごめんだぜ。行っちゃったな。パイプ清浄日についてお前はどう思う？確かにそうだな。でもフィールディングのやつが言ってたぜ、今夜もパイプ清浄日だって。そう言うと思ったぜ。よし、じゃあ今夜は徹夜だな。監守に捕まらないといいんだけどな。すっごく眠いし疲れてるぞ。でもまだ寝ちゃダメだよな。今夜はパイプ清浄日で大事な調査の時間だし。んそうだよな。もしオイラが寝ちゃっても絶対起こしてくれよ。お前一人で危ない目に遭わないか心配だぞ。あれ、旅人って、おい、こんなにあっさり寝るやつがあるかよ。Okay, be staying until then. Tiga orang ini.黙れ、サロンに黙れ、サロン。監視たちには気をつけろよ。君たちは昼頃の。ほう、度胸あんじゃねえか。俺らの正体は分かってんだろ。今すぐ立ち去るんだ。誰もあんたらのことは助けてくれないぜ。それがどうした。俺たちの怒りを買いや、いつだってその噂を事実に変えられんだぞ。おい、一体何のためにあんなデマを流したんだよ。ここで一体何をやってるんだ。君たちに言うことはない。今すぐ挙房エリアに戻って、今見たことを忘れておとなしく眠りにつくなら、ここでの出来事は見逃してやる。さっさと戻れって。ここには本当にあんたらが興味持てそうなものはないんだから。はあ？なんだって？それって兄貴が離れた時に言ってた。俺たちの兄貴のことを知ってるのか？
兄貴、そんなすごい身分だったのか。知らなかったぞ。兄貴はここにいた頃、ずっと自分の素性を明かさずにいたからな。兄貴に頼まれて俺たちを探しに来たのか。なんだ、タルタリアの子分たちだったのかよ。あの夜、兄貴が言ってたことは俺たちしか知らねえはずだ。まさか兄貴は外に出てからお前に教えたのか。そうか。だったら辻褄が合う。わかった、お前らを信じよう。ひひ、旅人、うまい手じゃないか。兄貴がメロピデ要塞に来た当初、恥ずかしいことだが俺たちはひどい態度をとっていた。それどころかずっと兄貴に嫌がらせをしてたほどだ。だがメロピレ要塞は強者を尊重し実力を認める場所。作業の時の根性といい、鉄拳闘技場での勇姿といい、俺たちを懲らしめる時ですら常人の域を超えた才能を見せてくれた。だから俺たちは兄貴についていくことにしたんだ。だがある日、兄貴はいきなりこう言ってきた。自分を呼ぶ声がまた聞こえたから、何とかしてここを離れねえといけねえ。そのためには何の代価も惜しまねえってさ。子分としちゃもちろん、兄貴のことは俺たちのことだ。だから俺たちはちょっとばかし手間をかけて、ここにある隠しルールをもとに食人族のルールをでっち上げて、それを広めたってわけだ。これも全部パイプ正常日の夜に兄貴が逃げ出すためのチャンスを作り出すためだった。じゃあ噂を捏造することで囚人や監視たちをここから遠ざけたってわけだ。はあ、人々の未知への恐怖って本当に利用されやすいんだな。tapi nggak tahu jarak antara Childe punya timeline itu berapa jauh ya, kayak Childe ini udah lama banget di bawah sini gitu kan, di penjara ini gitu kan. Nggak mungkin lah ya berapa hari doang lah ya. Aneh kan kalau misalnya kayak hanya berapa hari lalu orang-orang ini mau ngikut sama dia, mungkin hanya 2-3 hari kan impossible banget lah ya. Habis itu mereka kayak siapkan kanibalism, punya strategi supaya bisa Childe melarikan diri lewat pipe, mendengar suara orang di dalam pipe supaya orang gak mendekat ke sini. Interesting. Gak tahu timeline-nya seperti apa ya. Berapa lama dia di sini? Demo, Tartaria wa sudah nigetan daro? それなのにどうしてお前らは未だにパイプ正常日の夜毎回ここに来てるんだよ。それが俺たちの知る限りじゃ、兄貴が離れた時に使ったあのパイプは実は出口とは言えなくて、行き止まりになってるはずなんだ。あそこはとっくに放棄されてるはずの廃工場に繋がってて、仮に海に逃げ込めたとしても水面までの距離が遠すぎて生きたままたどり着けるやつなんてまずいないと思う。それを知っていて、それでも兄貴はそこを通ろうとしてた。何か執念みたいな感じだったのかな。それで俺たちは約束したんだ。兄貴がいない間、俺たちは兄貴なんて初めからいなかったように振る舞う。そして兄貴は帰ってくるとしたら必ずパイプ正常日の夜を選ぶ。そしたら俺たちも出迎えの準備ができるし、この件が露呈するのを避けられるだろう。そんな、その約束を守るために毎月のこの数日危険を犯してまでここで見張ってたってことか。ああ、だが俺たちも心の中では分かっているんだ。これだけの時間が経ってもなお帰ってこないってことは、兄貴は大方本当に外に出たんだろう。あいつが何か、その、想定外なことにあったって可能性は？兄貴をどうにかできる想定外なんてねえよ。俺らは全員、そう信じてんだ。わかったわかった。ちょっと聞いてみただけだって。ああ、声を抑えろ。こっちだ。おお、負けんすろ負けんすろ、OK。ぶるじゃんじゃん。Lewati cerita
yang gak penting gitu ya. Ini makin seru jadinya. ここからのルートは封じられて通行できなくなってる。兄貴はこの下から行ったんだ。その時はまだこの下も水没してなかったけど、その後俺たちもこっから状況を確認しようとしたんだけど、かなり水没してることに気づいてさ、潜るのが得意なやつじゃない限りとても通れないぜ。まさかタルタリアはここの水に閉じ込められちゃったのか。その可能性も低いと思う。兄貴は水が得意だってことは俺たち全員が知ってる。マジかよ。だったら早速そいつに調べてもらおう。兄貴に関する情報があればぜひ俺たちにも教えてくれ。もう結構な時間だな。これ以上ここにいると監視たちに見つかっちゃうぜ。おう、状況については大体把握したからさっさとここを離れようぜ。ふう、やっと肝心な情報が手に入ったな。これだけ時間をかけて調査した甲斐があったってもんだぜ。潜水が得意ってフレミネのことだろ。リネに言えばきっとフレミネに助けてもらえるよな。タルタリアのやつ一体何しに行ったんだよ。ほんと骨を折らせるやつだぜ。まあと少しでその真相もわかるだろうけどな。気を抜くと一気に眠くなってきたぞ。さっさと寝ようぜ。おやすみ旅人。Aku sempat kira selesai harus nunggu bulan depan lagi. Waduh. Mainannya mentai lo. Kino no yoru wa iroiro atte taihen datta na. Ore, mata. Soko ni aru no tte, masaka, Rine no kaado da. Nani ga kaite aru ndaro. Oira ga yonde miru na.きっとまだ知らないよね。今日は月に一度の自由日なんだ。だからみんな働かなくていい。調査するにはぴったりの日だ。ずっと連絡してなかったけど、そっちは何か進展あったかい？昼食の前に生産エリアのいつものところで落ち合おう。新しい情報を掴んだんだ。おお、ラッキー。今日はもともと休みだったみたいだぜ。それにリネも調査がうまくいってるらしいぞ。一体どんな情報を掴んだんだろうな。待ち合わせの時間までまだあるし、ここの人たちにもう少し話を聞いてみようぜ。お、あそこでおしゃべりしてる人たちがいるぞ。近くに行って聞いてみようぜ。俺に言わせりゃ、上の連中はみんな貴族みたいに気取ってやがる。俺たち野良犬のことなんざ誰も気にしちゃいないだろう。待て待て、私は野良犬じゃないぞ。私まで一緒にしないでくれ。そう慌てて否定すんなって。ここに入ったからにはみんな同じなんだからよ。刑期を終えてここを離れてもろくな暮らしはできないって聞いたぜ。臭い飯を食ってきた連中が普通のやつらと同じように生きられると思うか。ふん、私は信じないからな。いっそこの世界がいつか洪水に飲まれて全員一からやり直すことになったらいいのに。おいおい、突拍子もないことを言うな。それに外には私の家族がいるんだぞ。まったく縁起でもない。いいか、確かに上は良くないところだけど、ずっとここにいられないわけでもない。聞いた話によると刑期を終えてもここで働けるらしい。それだって立派な生きる道だろ。水の上の世界とはおさらばってわけさ。ったく、
その自信はどっから湧いてくるんだ。そもそもお前みたいなやつを雇ってくれんのかよ。何の取り柄もないってのに。こいつら水の上の世界にかなり不満を持ってるみたいだな。そういえば水の上、水の下って言い方、地上じゃ聞かなかったよな。メロピデ要塞の囚人しか使わない言葉なのかな。それもそうだな。お、あそこにも人がいるぞ。近づいて聞いてみようぜ。だからそういうことはもともと。待った、君たち誰だ。急に近づいてきて何を考えてる。わあ、ごめん。もしかして人に聞かれちゃまずい話でもしてたのか。なんだただの馴れ馴れしいやつか。おい、こいつらが加わってもいいみたいな雰囲気を出すなって。ふん、まあいい、別に馴れ馴れしいやつは嫌いじゃない。よかったな。クスト、聞いたか？俺たちがいい人だってよ。で、その顔から察するに何か聞きたい情報でもあるのか？おっと、だがその前に僕は君たち二人のことを知ってるぞ。偶然にもな。え？オイラたちってそんなに有名なのか？あの公爵が直々に案内を買って出る人なんてそういないからな。ここにいる奴らはみんな多かれ少なかれ情報を集めてた。それで君たちは何をやらかしたんだ。ちょっとしたミスか。気に入ったよその言い方。このグループはポジティブな奴をいつでも歓迎してる。君たちは他の奴らと違うようだ。グループ？僕はクスト、こいつはラベリューヌ。人は僕らのことをボムブラザーズと呼ぶ。ああ、もちろんこれは爆弾をいじるのが好きって意味ではなく、僕らの情報がいつも爆発するようなものだからだ。ただのゴシップをそれっぽく言ってるだけだろ。それは違う。情報を知ることでここでの生活はより良くなるからな。例えば誰と誰が手を組んでいて、誰々にはどんな噂があるのか、それから群れに馴染めていない奴のことも知りたくないか。まあ待て、これはどれも金になる情報だ。僕の情報をシェアするにふさわしい存在だということを君たちは証明できるか。クストはこういうやつでな、何かうまいこと言って証明してくれ。サービス職のことを言え、それで大丈夫だから。そうそう、昨日のあれは特に良かったよな。今思い出してもよだれが出てくるぜ。おお、そうか。実を言うとここ最近のサービス職は僕のおかげでもあるんだ。何しろ厨房で半月も手伝いをしてたからな。おお、ってことはあのめちゃんこうまいステーキもお前が作ったのか。すごいぞ、まさかプロの料理人なんじゃないか。その通り、僕はプロでね、以前料理を学んでいたことがある。ここまで言われたら仕方ない。僕の作った料理が好きだというのなら君たちはもう半分同士。いいか、これから言う情報はメロピデ要塞の現状を見極めるのに役立つものだと肝に銘じておけ。メロピデ要塞内部の勢力は実に入り組んでる。ここで起こることは基本的に水の上の奴らも干渉しない。みんな野良犬みたいなもんさ。そして最も怒らせてはいけない人物が公爵リオセスリ。まあ君たちはもう会っているな。彼は君が思ってる以上に情報に精通してる。彼が相手をしないとき、その大半はあえて見過ごしているだけで何も知らないわけじゃない。公爵に認められた奴は医務室に行くときも優遇されるほどだ。なあ、それってジュリエのことだろ。気に食わない奴だよ。まったく、あんなにしょっちゅう医務室に行くなんておかしくないか。
多分仮病を使って労働をサボってるんだと思うぜ。ジュリエはここに来る前、フォンテーヌ科学院の優れた人材だったんだ。天に登れるやつだろうと、重力に逆らえるやつだろうと、メロピデ要塞に来たからには囚われの身でしかないってのに。そういえばこの間ジュリエとルールビが一緒に廊下を歩いてるところを見た。どうやら図書館で言い合いになって最後は殴り合いになったらしいぞ。ジュリエもひどいやつだよな。あいつが女を殴るなんて、いやまさか。でもあのルールビーもまともじゃない。いつも口うるさくて男と喧嘩ばっかりだ。いっつも医務室に行ってる姿を見る。あ、なあ思ったんだけど、まさかあそこでこっそりデートしてるとでも言うつもりか。どう考えてもありえないだろう。まああの時はルールビーもジュリエをボコボコにしてたらしいし、さすがに考えすぎか。おい、そこの兄ちゃん。そうそう、君だな。カードゲームは好きか。あれだあれ、七星召喚ってやつだ。カードゲーム好きってミントみたいにどこにでも生えてるよな。何言ってんだ、七星召喚をやる人がいるのなんて当たり前だろ。ほら一勝負どうだ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。お前ずっとここでカードゲームの相手を探してるのか。ここって戦う場所なのに。拳だろうとカードだろうと同じ勝負だ。違いはない。メロピデ要塞にはカードプレイヤーがかなりいてな、たまたま君を見かけて他の国から来た人ならプレイしたこともあるだろうと思って声をかけたんだ。ああいいぞ。じゃあここの先輩として何か先輩っぽいところを見せてくれよ。例えばオイラたちみたいな新入りに監獄のことを紹介するとか。なんだ、てっきり君たちは情報なんて集め終わったのかと思ったよ。わかった、何が聞きたい。お前が選んでくれ。聞いたことのある内容だったら言うから。なら変な噂のことは聞いたことあるか。じゃあ隅っこでよく世間話をしている人がいるのは。そうか、もう会ってるんだな。あの二人は面白いぞ。何でも気にかけて何でも噂にする。彼らほどしょうもない人は見たことがない。二人は昔外でシェフとバーテンダーをしてたそうだ。知ってると思うが、バーテンダーはよく客と世間話をする。シェフも料理をしないときにはその輪に加わる。他には何かあるか。あーん、そうだな、ここはとっておきの情報を披露してやるか。公爵が昔ここメロピデ要塞の囚人だったことは知ってるか。え、そうなのか。なあ、公爵もかつては俺らの一員だったのさ。罪を犯してここに追放され、その後どういうわけかここのトップになった。ただの囚人からメロピデ要塞のトップにだなんて、正直なところ少しばかり敬服しててね。禁忌？誰かが作った言葉みたいだが聞き覚えはないな。誰から聞いたんだ。いろんなとこで聞いたんだけど、どれも噂ってだけで。知らないなら気にしないでくれ。他に何か情報はあるか。他にはもう思い当たるものはないな。また面白いことがあれば君たちに教えよう。ただしカードゲームに付き合ってくれるならな。よし、一回りしたし、そろそろリネと合流する時間になるな。
その様子からして調査は順調って感じ？こういう時は謙遜しないで、情報をたくさん聞き出せたことを認めた方がいいと思うぞ。さすが君たちだね。それじゃ、それを聞かせてもらおうかな。まさかそんなことがね。メロピデ要塞の噂を信じちゃいけないみたいだ。皇子様が失踪したのは、おそらくここを離れる方法を見つけたからだろうね。さすがは執行官、想像以上に腕の立つお方だ。けどこれだけじゃお父様に報告するのには不十分。皇子様の行方を知る必要がある。お父様から聞いたんだ。皇子様は休暇中ではあるけど、自分の計画を持ってるって。今回の失踪が個人的な目的と関係してる可能性もあるだろうね。タルタリアがいなくなった場所はもう水に沈んでた。だからダイビングが得意なやつを探して捜索してもらう必要があるんだよな。話がそこまで進んでるのならもう言わなくてもわかるよ。この仕事はフレミネが適任みたいだね。うん。で、あいつは今どこにいるんだ？彼は今日仕事で忙しいんだ。それに大人数で集まってると人目を引いてしまう。後で僕から知らせておくよ。どういたしまして。協力すると言った以上、僕たちは君を失望させはしないから。それにしてもあのリオセスリのテリトリーでよくこれだけの情報を聞き出せたものだ。ちょっと感心したよ。ひひ、オイラたち聞き込みは得意だからな。まずフレミネに同じ道をたどってもらって、皇子様の手がかりを探してもらう。その道を使うにはパイプ正常日を狙わなければいけない。早くて6日後か。そこからさらに 2,3 日はかかるはずだね。そこまで計算できるのかよ。長いこと一緒に仕事してるとお互いの実力が分かってくるもんだからね。旅人、9日後にまたここで会おう。そうすればフレミネの行動に合わせてちょうど合流できるはずだよ。でも一つ君に頼みたいことがあるんだ。皇子様の調査については結果を待つだけでいいけど、金域の方は調査を進める必要がある。フレミネは変装が苦手だし、ミネットも他のエリアで金域について聞き回ってる。僕はこれからフレミネのための行動計画を練らなきゃいけない。というわけでこれは君にしか頼めないんだ。なんだ？難しいことなのか？簡単とは言えないけど大丈夫、君ならできるはずだよ。いい？君には何かしらの理由を見つけて医務室に忍び込んでもらいたい。そしてそこの状況を調査してきてほしいんだ。怪しい動きをしてる人たちがよく医務室に集まるって言ってたでしょ。あそこには僕たちが追ってる秘密が隠されてるかもしれない。君は看護師長と面識があるし、そう警戒もされないはずだ。医務室の構造や内部の状況をよく調べて、あらゆる手がかりを頭の中に入れてきてほしい。その後それを僕に教えて。でもあまり無茶はしないように。安全第一でね。まさか。その分野については君のことを素人だなんて思ってないよ。さっき君たちも言ってただろ、聞き込みが得意だって。君たちがそう言うなら僕は信じるさ。それじゃあ次の行動に移るためにオイラたちも早速準備するか。うん、ここで一旦別れよう。9日後。中に誰かいるみたいだ。一人？
私は。ダメ。負けじゃ。よく聞こえないな。やっぱり正々堂々真っ正面から探りを入れようぜ。大丈夫か？まあ、どうしたのよ。ほら、慌てず、何があったのかゆっくり話して。こいつ、急にお腹が痛い、気持ち悪いって言って地面に倒れて、そのまま立てなくなっちゃったんだ。手足が冷たいし、指先もピクピクしてる。それに顔色も。何かの中毒とかじゃないよな。見てみるから、まずは横になりましょう。心配しないで、ベッドまで無事に連れて行くから。ほら、うちの肩に手を置いてゆっくり歩いて。しっかりしろ。大丈夫、患者さんがごめんなんて言わないの。今から簡単な診察を始めるから力を抜いてね。なるほど、わかった。ざっと見たけど命に別状はないから安心して。最悪のケースは心配しなくて大丈夫なのよ。え、そっか。あ、でもさ、続けて診察するね。はい、リラックスして深呼吸を。臓器にも大きな損傷はないのよ。ここを押すと痛む？ここは？え？ここが痛むはずないのに、おかしい。ここは痛む？お腹を壊しただけよ。ひどいものじゃないけど、そのピークが来たせいですごく痛かったのね。おそうなのか。大したことなくてよかったぜ。最近他の囚人も食事に問題があるって言ってたのよ。このことは早くシェフのウォルジーさんに報告しないと。とりあえず大事じゃなくてよかった。あまり心配しなくていいからね。あと 2,3 日もすれば良くなるはずよ。ひとまずここで休んでて、うちは薬を取ってくるから。ルールビさん、うちがいない間この新しい患者さんのことを見ててくれる？わかりました。ああ、看護師長のやつぴょんぴょんしながら行っちゃったぞ。こんにちは。気分はどうですか？こいつ、お腹がすごく痛かったみたいなんだ。ここまでフラフラだったし、オイラも心配で。シグウィンさんが問題ないと言ったから、もう心配しなくて大丈夫ですよ。彼女はここで一番の医療スタッフですから。でも見た感じ、その医療スタッフってあいつ一人みたいだけど。ま、確かにそうだな。確かにそう？それはあくまで表面上の話です。メロピデ要塞を擁護するつもりはないですけど、ここに閉じ込められている人は全員が無能というわけではありません。
罪を犯していても、ここにいる人たちの中には医術の心得がいくらかある人もいて、シグウィンさんの代わりに診察を手伝うこともあるんです。わかったわかった、君の言う通りだよ。ただそれをわざわざ患者さんの前で言う必要はないと思うけど、君だってまだ体調が良くなってないんだろう。なのに随分と元気そうだ。そうですねすみません、つい無気になってしまいました。お前らも体調が悪いのか？あ、持病でね。どれも慢性的な疾患だ。僕は定期的な検診で、ついでに看護師長が処方した薬を受け取りに来た。こっちのお嬢さんは医学を少しかじってるからか、ここの看護師長の右腕になった気でいるのかもなもっと言葉を選んでもらえますか、ジュリエ。私が動悸をよく起こすのはあなたのせいだってこと忘れてないでしょうね。もう喧嘩しないでくれ。お二人とも落ち着いて話そうぜ。でも、はっ、釈放されるだって？そんなのまだ先の話だ。それに仮に出たとしても、僕たちみたいなのが元の生活を送れるかなんて誰にもわからないってのに。こんなくだらない話はここまでにしましょう。それからしばらくここであなたに会わないことを祈ってます、ジュリエ。それはこっちのセリフだ、お嬢さん。ちょうど僕も十分休めたところだ。ここは騒がしいし、そろそろ戻らせてもらう。じゃあ。あいつ、かったるそうに出て行ったな。ふん、彼はいつもそうなんです。すみません、こんなみっともないところを見せてしまって。私はルールビー、あいつはジュリエ。あなたたちがあんな変人の相手をすることがないといいのですが。お前、あいつのことが本当に嫌いみたいだな。当然です。ああいう思い上がっていて毎日変な研究のことばかり考えてるやつ、誰も好きにならないでしょ。私はもうしばらくあなたに付き添います。シグウィンさんはすぐ戻ってくるでしょうし、薬を飲めばきっと良くなりますよ。いえ、大したことじゃありません。ただいま。君たち、ちゃんと休んでた？シグウィンさん、お疲れ様です。ゆっくり休めたかしら？ベッドから降りて走り回ったりしてない？さ、二日分の錠剤よ。一錠飲んだらまたしばらく横になって。そうだ、ルールビさん、さっきは急いで離れちゃったけど、何色の薬を飲めばいいか話したのを覚えてる？ええ、覚えてますよ。黄色でしたよね。そう、わかった。はい、これが君の分なのよ。今晩は薬を飲んで早く寝て、いい夢を見てちょうだい。はい、では失礼します。旅人も早く良くなるといいですね。うん、またな。旅人よね。カルテを書くから、いろいろ確認させてちょうだい。さっきの二人がうるさかったから、もう少しこいつを休ませてやってくれないか？ねえ、分かった。症状は腹痛で、吐き気も催してたけど、他に辛いところはあったかしら？
さあ、薬を飲む以外に他にしておいた方がいいことはあるか？彼はもともと健康体だし、薬を飲めばきっとすぐ良くなるはずよ。その間は軽い食事だけにして夜更かししなければ大丈夫。任せろ、オイラが責任を持って見ててやる。あれ、寝るのか。まあいいか、ゆっくり。オイラたち、いろんなところを旅してきたんだ。あいつはああ見えて、誰よりも頼りになるやつなんだぞ。そうなのね。じゃあ、君たちは最高の仲間同士ってところかしら。起きたのね。気分はどうだ？お前ずいぶんぐっすり寝てたな。オイラたちずっとそばにいたんだぞ。そう、安心して、もう帰っても大丈夫だから。定期的に薬を飲むのと食事は軽めにすることを忘れないでね。